まあ米沢から来ましたんで、本当にあの長渕剛は10万人、まあ、僕もそれに勝るとも劣らない人数で、まあ、やらせていただきます。じゃあ、そうですね、あと一発目はこの曲、9月8日ベンチャーズが来ます。米沢の文化会館、まあそれに来てなんで、ベンチャーズの曲から、あとはまあいつもの通りやってみます。
いや、ま、あの、さっきも30日っていうことで、8月30日満月っていうことで、あ、ミクさんの、ミクさんの30です。いや、おめでとうございます。何歳になったかちょっと、あえて聞きませんからね。いやいや。本当は何を隠そう、30日と、まあ、特別な日。そう、本当は自分も8月30日、希望なんです。自分も30です。俺も30です。もうそうです、そうです。そうそうそう。おめでとうございます。いや、いや。今日で35歳になります。そうですが、そうですが。おめでとうございます。そうです。じゃあ本当に特別な日。そうやってこういうの演奏もできて、皆さんに聴いてもらって、本当に幸せですね。はい。じゃあ、そうですね。今までは、まあ、今日も30日特別な、確かに満月ライブって、マスターの、メスさんの娘さんですかね、あそこに貼ってある、ポスター、ある意味でも、感動してますね。本当に美人のもうこんな浴衣着て、そしてこの溜まってるエレキ、これこのストラットキャスターってこのギターですね。で本当にそれがすごく、まあ、嬉しかったっていうかね、ストラットを溜まって、まあ、まあ可愛い子がこう立ってるっていうのいいポスターですね。本当に上手で、あとはちょっと最近いろいろライブとか数ヶ月でいろいろ見て、もちろんここのブルムさん の満月ライブもいろいろ見て、やっぱり歌が入るっていうか、最初の2曲はどうしてもカラオケっていうかインストルメンタルでやってるんですが、どうしてもやっぱりこう歌が入るとやっぱその感情がこもって出てるって、あと感動的でやっぱり歌がいいなっていうことで、歌のバージョン、まあ自分もやってかなと思いましてね、今日ちょっと歌のバージョンも準備してきたと。かといって、さっき言ったようなハードロックとか好きですね。いつもはハードロックで、こういうカラオケを流してやってるんですが、どうしてもインストルメンタルになってしまってね、英語で歌えると歌わんですね。なので、じゃあ日本の歌はって言うと、ちょっといまいちピンとこなくて、まあ唯一歌われそうなものは、今日準備してきたアニメソングの曲などね、それを準備してきたというか、ちょっとそれやってみたいですね。ちょっとやってみますんで。ちょっと聞いてください。
イエイエイ、あのあれですね、ムーミンに出てくるあのスナッキンっていうキャラクターの、まあ、人が人っていうかキャラクターが演奏してて、自分があのギターを始めるきっかけとなった、まあ、そういう思い出の歌ですね、はい、じゃあ次あれですね、じゃあ次2曲やります。まあ、ルパン三世が、あ、今あのあれですね、あのインストルメンタルもやったんですが、これをボーカル入れてということで、ちょっと、まあ、2曲で最後になります。あのルパンが、ルパンの曲2曲、あのちょっとバージョンが違うもので、ちょっとやってみたいと思いますね。イエイ。Yeah.
球の色は愛の眼差し遥かな幸せの夢に描く食べることを恐れるあまりに冷たくて突き放す愛もあるさもっと今日には自分の世界があるたとえには風を払い荒れ狂う稲荷と世界の闇に体を溶かして口笛吹いてる外から